はて、今日はホムンクルスが来ませんね。いつもだったらお菓子の催促に来るのに。私も少し休憩してちょっと探してきますか。彼らに限って給料を欲しがらないはずはないんですが。あ、ホムンクルスさん、こんにちは。こんにちは、ルシル。何か用か？休憩中だし、ちょっとお話ししませんか？いろんなことがあったんですよ。話、いいぞ。何の話だ？ですね。じゃあ、まずはこの前の調査の時の話をしようかな。地球班のみんなはどこに行ったんだか。そこでアウィンさんがズババーンって魔物を殴って、ズババーン、すごい。どうなったんだ？ん？あれは。で、最後にエスカ先輩とロジー先輩がドーンって倒して先に進んだんですけど、どうなる？どうなる？というわけで、続きは次回です。私も仕事に戻らないと。またお話ししましょうね。それじゃ。仕事を放り出して何をやってるんだか。給料あるぞ、こっちだ。給料、それより続きだ。給料後でいい。続き、続き。ルシル、待て。ソウルさん、この書類なんですけど。うん、何ですか？なんでそんなに一気にお菓子を食べてるんですか？いえ、たくさんあったので。あの書類を後にしてください。もしかして怒ってます？怒ってないです。やっぱり怒ってる。どうしましょう。何があったのか知らないけど、落ち着くまでちょっと待った方が良さそうだな。まったく、私のお菓子の方が美味しいに決まってるじゃないですか。それがあんな子供みたいな子に。まったく、まったくですよ。